やっほー、こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。ちょっとちょっと1分ぐらい遅れちゃった。お紅茶を入れていたら1分ほど遅れてしまいました。やっほー、かわいいギフト、和弘さんありがとう。そう、カチューシャつけてる。カチューシャつけてる。ヘアキンガーさん、名古屋のひーくん、ギフトありがとう。そう、紅茶を入れてます。もう入れたてほやほや。湯気が湯気が漂っておりますが、さやかりんだってさやかりんです。ゆういちさん、かずひろさん、ひなたさん、たんたんたぬきさん、ギフトありがとう。結婚はしません。ホットホット、クッキーをご用意いたしましょうかって。ちーやお願い、じいや。最近そう寒いからね、もうホットです。夏の時は結構アイスコーヒーの冷たいやつペットボトルの買って飲んでたけど、もうねアイスコーヒーもホットになった ね。寒いよね。さっきまで外にいたんですけど、寒すぎてもう普通に、なんだろう、上着一枚じゃねえ、寒すぎた。さやりんさん、ギフトありがとう。コウモリリカさん、かわいいギフト。セルヒオリコさん、キャッツありがとうございます。あ、ダメだ、なんか今日レッスンあったんですけど、お昼ぐらいに。そのね、レッスンでした曲がね、ずっと頭の中に鳴り響いてて、ちょっと歌っちゃいそうだけど、ちょっと抑えます。ちょっと歌っちゃダメ、歌っちゃダメよ。抑えて。陣来さん、たんたんたぬきさん、ギフトありがとう。かずさん、めちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。あちこさん、お化けちゃんありがとう。いや、歌っちゃダメなんですよ。ちょっとダメなんです、歌っちゃダメよ。ちょっと別の曲で頭を流そう。何の曲にしよう。ゼロさん、イキータさん、カズさん、皆さんギフトありがとう。ショウイチさん、クマありがとうございます。よし、追いついた。ありがとう。白クマだけど。お疲れさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ヤンカーさん、タコありがとう。あれ、いや、ちょっと何でもないや。そう、ちょっと別の曲何にしようかな。ダメだ。その曲以外頭から流れてない。ちょっともう話そう。そう、今日なんで口癒しをしてるかというと、私ボブ、髪短い子がしてるカチューシャとかハチマキとかがめちゃめちゃ好きで、それがしたいがために中学生の時一回髪切ったんですけど、そう、なので、そういえば私髪切ったじゃん、短いじゃんって思ってカチューシャつけてみた。でもね、なんかね、なんか違うんですよね、なんか違うんですよね。自分がするのしたらちょっとなんか違うよね。翔一さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。
ありがとう、めっちゃ可愛い。柴田さんもお化けありがとう。カズさん、カズさん似合うギフトありがとうございます。いや、ちょっとね、自分がするのはちょっと違うの。私はしてる人を見たいんです。そう、そう、してる、してる子を見たいので、ちょっといや、でもカチューシャ多めにつけていこうと思います。衣装とか、衣装とかさ、結構もうあのフラワー衣装とか選べるんですよ、アクセサリー。別の違うメンバーがのアクセサリーとかもつけれるので、カチューシャ多めでいこうかしら。そう、3周年公演ライブの時もカチューシャつけてたです、途中の衣装で。いっぱいつけたいなあ、そうそうそう、プレイヤーではなくね、観客として見たいんですよね。可愛くない？あの髪ボブの子がハチマキとかつけてるの、運動会とかでさ、めっちゃ可愛いって思って見てた。あ、これフェチなの？カチューシャ。え、何フェチこれ？ボブカチューシャ。ボブカチューシャ、ボブカチューシャフェチ。え、どうですか皆さん、私の髪短いの見慣れましたか？もう見慣れた？どんな感じ？私はまだ見慣れてないです。あ、マニアック、マニアックね。そう、あのさ、ポニーテールとかしてたらさ、ハチマキつけたらこう全部こう見えるじゃないですか。でもボブの子がしたらこうやってね、こうやって隠れてカチューシャみたいになるんですよ、ハチマキが。それがめちゃめちゃ可愛いんです。ちょっと私のフェチを今語ってる。そう、それが可愛いの。隠れてこの上の部分だけ見える部分で、そのハチマキのこの結び目とかも見えなくなるのが可愛いの。わかる？わかりますか？伝わる？そう、フェチを語ってます今。だから運動会とかめっちゃ見てた。あ、可愛い。あ、可愛い可愛いって。マニアック。あ、でもわかる、わかる人ほら多いよ、いい、嬉しい。あ、嬉しいな。あ、皆さん気が合うね。あ、これ二次元の影響受けすぎなの？そうなの？気が合うじゃない？ちょっと待って。よしよしよし。追いついた。そう。あ、二次元感あるからなのかな。でも、そう、メールでね、昨日送ったんですよ。髪短くなったからカチューシャを衣装でいっぱいつけたいなってメールで送ってから、送った後に気づいたんですけど、結構私髪長い時も選べる、髪飾り選べるってなったらカチューシャ選んでた。からカチューシャが好きなのかもしれない。カチューシャが好きなのかしら。リコルさん、あれ、コウモリだ。コウモリが今出てこなかった。ありがとうございます。 H パパさんもありがとうございます。今ね、コウモリじゃなくてバタフライって脳内に出てきて、あれってちょっと言葉を発する前にちゃんと考えた。そう、バタフライありがとうございますって。そう、蝶々。そうが出てきたので、違うよなって今考えてた。似てるもんね、蝶々。そう、聞いてほしい。このね、なんて言うんだろう、
このカンカン、なんていうのこれ、コップじゃなくてちょっとわかんないけど、これめっちゃ保温される。びっくりしたびっくりした。私これまで普通のマグカップで紅茶とかコーヒーとか、あ、タンブラー、タンブラー、タンブラー、そうだそうだ、タンブラーなんですけど、トリさんさん、パンプキンありがとう。めちゃめちゃ保温されるの。だから見て、まだ湯気が出てるの、すごくない？え、すごくない？感動、感動した。私結構さ、アニメとか見ながらダラダラコーヒー飲んだり、時間かけて飲んだりするので、あ、もう冷めてるだろうなって思って飲んだら、まだ暖かくてびっくりしちゃったよ。でもね、私めちゃめちゃ猫舌で、その上口の中の皮膚が多分弱いんですよ。だから熱いもの飲んだらすぐ皮が剥げちゃうんですけど、だから飲めないんですけど、そうだからね、なかなか飲めませんそう、保温されるけど、ちょっとね、冷めるのをね、結構ね、待ってから私飲むんですけどなのでなかなか保温され、保温されるがゆえ、なかなか飲めないんですけど、めっちゃいいです。そう、そう、全然湯気が、じゃあちょっと冷めた頃に飲みます。でもなかなか冷めないからな。ダメだ、今日やったレッスンの曲をもう今ここまで何回も口ずさみそうになって、あ、ダメだって思う。背景も悪いな、すごい背景が。この前配信した時、この前3周年の時でもうこの背景だったっけ。さあ、ヘタレたちよ。もう全然違う曲で今ちょっと上書きしようとしてます。私のスマホはどこ？あ、タタタン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 。そう、あのカメコ、ハッシュタグカメコ STU で撮ってくださった写真ありがとうございます。昨日とか今日とかもツイートもしてるので、ぜひぜひ見てみてください。他にもめっちゃ綺麗に撮ってくださってありがとうございます。嬉しい。たくさんたくさんお借りしております。ありがとう、すごい素敵、すごい。山井さん、結婚してギフト10個ありがとうございます。結婚はしません。待って、メール送ってないです。待ってください、ちょっと待ってください。文も待って、ちょっと待って、メール送ってないです、メールが送ってないです。ちょっと少々、待って、よし、あれ、待って、アプリが待って、嘘でしょ、また、え、待って、メール送るのが開けない、焦りすぎてメール送るページも開けない、どうしよう。あ、よし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 、ちょっと待って
ダメだ、こういう時に焦っちゃダメなんですよ。よし、はい、うん、全然大丈夫、3分もあるから。そう、あ、待ってお疲れって打とうとしたらお疲れになっちゃった。ちょっとお疲れ、いや、ダメだよ、ちょっと待ってください、焦っちゃダメなんですよ。写真はちょっとどうしよう、写真はちょっとこのちょっとよし、ちょっとさっき送った写真とちょっと似てて申し訳ないですけど、よいしょ待って、いや大丈夫、まだよし、何書こうかな、よし、はい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 はい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 、あ、待って、コメントが消えてってるコメントが消えてってる、ちょっとごめんなさい、えすごい止めたままにしてたら消えてってる、めちゃめちゃ今そこ下にいる、でも間に合ったあ、すごいいっぱいありがとう、私が必死で打ってる間にコメントありがとうございますギフトもね、ありがとう、かわいいギフトも、コミさんありがとうございます。ちょっと待って、今時を遡ってる、パンプキンもありがとう、よし、あれ追いつかん、どこだ今あ、よしお疲れギフトありがとうございます、よかった、間に合いました、ありがとう、教えてくれてありがとうあ、でもさ、急いだら56分だったっけ、何分かかったかな。キクちゃん、クマありがとうございます、ありがクマ、よかった、間に合って教えてくださってありがとうございました。そっかそっか、ちょっと余裕を持ってゆっくりと、ちょっと5時とかがあったらごめんなさい、はあ、びっくりしたので、ちょっとそろそろ私はこの、あ、でもまだ湯気が出てるちょっとすごくない、ぜひね、温かいものを飲みたい方おすすめです、保温めちゃめちゃされます、いけるかしら、こんばんは、やっほー、そう、好きなの、ジュノさんのね、にゃんこの絵めっちゃ好き、
え、すごくない？めっちゃまだ湯気出てるの。これは確かアールグレイです。でもこの紅茶の紅茶今のでなくなっちゃったから買わなきゃって思ってたのが忘れてた。もうなくなっちゃった。買わなきゃ。買います。お話し会再販申し込んだよって。そう、ありがとうございます。昨日からかな、また再販が始まりまして。そう、昨日ちょうど私朝に次のお話し会は一体いつあるんだって思って調べたんです。だから個人的にはめっちゃタイムリーでしたという話です。そしたらまだあと1ヶ月ぐらいあって、ちょっとショックだった。1ヶ月もあるの？飲めた。陽一さん、ハッピーハロウィーン、ありがとうございます。パシフィコ横浜追加申し込みました。ありがとう。会いましょう、サンタリンで会いましょう。キクオさんもハッピーハロウィーン、ありがとうございます。ツナマヨさん、にゃんこにゃんこにゃんこ、ありがとう。ちょうど良い。あ、ちょうど良い。素晴らしい。素晴らしい。はあ、ぜひ次は11月20日、20日、さやか探偵事務所で会いましょう。待ってます。今絶賛受付中ですので、ぜひ話しましょう。いっこさんおめでとう。くす玉ありがとうございます。くす玉。あ、そうだ、今日皆さんクラコンの放送日です。本日夜でも、うちはテレビがないので私は見れないので、ちょっと見逃し TVer で見るんですけど、配信で見るんですけど、ぜひ今日放送なので見れる方、見える地域で今日起きてる方はぜひご覧ください。あのね、2週連続出させていただきましたので、2週じゃないや、2回連続、2ヶ月連続、そうなのなのでね、もうね、一発芸のねネタがなくてね、ちょっとあ、でも結構タイムリーかも、タイムリーなネタしてるかも。タイムリーっていうのもおかしいですけど、3周年コンサートでも多分たくさんあのしたことちょっとタイムリーかもしれん。あ、そう、あのね、3周年ライブのを DMM で見たんですよ。見た。みんな可愛かった。可愛いってなった。タタ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 。そう。ジュンピーさん。ジュンピーさん、ジュンペイさん、ジュンピーさん、めっちゃ可愛い人、ありがとうございます。ありがとう。今日そこそこ調子がいい。そう、めっちゃ可愛いでした、本当に。みんな可愛いってなった。みずりんさん、可愛いギフトありがとうございます。初見さん、ありがとう。可愛いギフト10個、ありがとう。初見さん、T48 2期生、さやかりんこと原田さやかです。
心に花を咲かせるように日々精進してます。何この急に付け足された説明、これなんだろう。はじめまして、はじめまして、ぜひぜひこれからも待ってます。新タンタンさん、かわいいギフトありがとうございます。ありがとう。精進、そう、アドリブでなんかうまいこと言おうと思ったんですけど、なんか言えなかった。難しい。式守さん見てるの、私も見てた。そう、テレビなくて、だからドラマも見てないです。ドラマの話題には入れないですね。テレビはそろそろどうなんだろうね。テレビってあった方がいいのかな。はんちゃん結婚してギフトありがとうございます。結婚はしません。結婚はしません。秋は私が唯一外に自主的に出る季節なんですけど、そろそろ寒くなりすぎてまた引きこもるかもしれません。ちょっとこれ以上寒くなったら困るな。今でギリギリだね。えだってさん、かわいいギフトありがとう。せやかりんの影響でチェーンソーマン見始めた。じゃあちょっと話そう、お話し会語ろうね。語ろうね。秋って短いよね。武蔵野さん、にゃんこにゃんこありがとうございます。今までちょっと悩んだけど、今回お試しでお話し会ポチりましたって。だったら優しくしてねって。じゃあ厳しくします。ダメだよ、ダメだよ。私はちょっと甘の弱なところがあるので。ダメだ、私さ、月始めのメールでさ、秋にやりたいことリストみたいのなんか送ったじゃないですか。一個もやってない気がする。待って待って、私ワンピースの映画ってまだ合ってるのかな、見に行ってない。それはまずい、それはまずい。行こう。お、メール来た。本当だ、私も今来た、メール来た。私がバタバタで送ったメールです。文章間違えてないかな。黒いんだねって。あ、でも美容院行ったら、この前3周年の前日に美容院行ったら、髪の毛が
茶色いんですねって言われた。あ、メール誤字脱字なかった？分かった。そう、自分のメール取ってます。確認用で取ってる。なんかね、外とかに出たらちょっと茶色くなるかも。結構写真によって色変わることってないですか？内側の部分とか茶色い部分がありますって言われた。でも黒です。でも黒です。かお、そうよ、確認用。たまに誤字とかあってあらって思います。あ、そうね、黒い服着たら髪が茶色く見えるみたいのあるよね、白飛びして。本当に髪の毛が短くなったので、お風呂とかの時まだ全然慣れない。リンスとかをつけるじゃないですか。でもなんなら私一番長い時、うん、もっと長かったじゃないですか。それぐらいのリンスの量が抜けなくて、そう、出す量を間違えちゃう。だからつける場所ないってなる。本当にでもつける場所がないの。これ前だったらこうあったんですけど、あ、ないって。今のところ髪切ってから毎回びっくりしてる。あ、めっちゃ余るじゃん。ランプッシュというか、もう一回全部下まで押したらめちゃめちゃ大量に出るから、ちょっと小半分ぐらい押しても結構出るので、ワンプッシュですけど、ワンプッシュもしない。だから本当にそうだね、ワンプッシュしてたの多分半プッシュぐらいでいいんですよ。そうなんですよ、めっちゃ余っちゃう。髪乾かす時間もね、短くなりました、なりました。この前公園に行って可愛かったから見に来ましたって、ありがとうございます、ありがとう。この前の公園っていつだろう、3周年かな、ありがとう、優しい、ありがとう。ぜひぜひまたこれからも見ていてくださると嬉しいです。あららら、あららら、そう、え、でもね、髪切ったら確かに楽にはなりますけど、ちょうどこの長さってね、跳ねるんですよ。跳ねるというか、なんて言うんだろうな、本当にしっかりか、もう完全に乾かしてから寝なかったりしたら多分本当に大変なことになるし、普通に乾かして寝てもなんだろう、なんかちょっとこう跳ねちゃうというか、ぼわってなっちゃうから、
なっちゃうのはあるのはあるね。内ハネと外ハネどっちが好きって、私なんかもう内ハネ内巻きかな内巻きばっかしてた、ばっかしてる気がする。外ハネはそんなこの前初めてしたので、いやこれぐらいの長さのさ外ハネって多分いい感じになる気がするので、また公園とかでしようかなと思ってます。ねえ、跳ねてるの見たいって、いや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 でも想像より、どうだろう、で気が向いたら写真撮っときます気が向いたらちょっと写真撮っとくね。鹿児島大の信号機さん、結婚してギフトありがとうございます。結婚はしませんもうちょっと割とゆっくりめに言った方ですね。でも慣れない、まだ私慣れてない。なんか鏡見てびっくりするもん。あ、なんか短いって次伸ばすならいつまで伸ばすなんて、どうだろう、どうだろうな。でもなんか結構すぐ伸びる気がする。私どうしよう、土曜日の公演楽しみですねって。そう、土曜日公演ですね。ピザリンさん、かわいいギフトありがとう。チャートリ公演、髪型どうしようかな。髪切って予想よりファンの方の評判良かったって、心配してたって。いやでも本当にメンバーはボブカリンどんな反応だったってメンバーもファンの方も予想以上に褒めてくださって嬉しかった。全然もうね、変なんだろう、似合わない覚悟で切りましたもう似合わない覚悟で切ったので、褒めていただけると思ってなかったので、すごい嬉しい嬉しい。メンバーはね、朝レッスン場で3周年の日レッスン場で合わせがあったんですけど、朝行ってびっくりされた切ってるって。あ、でも前日ゆきりかと自主練してたので、夜ゆきりかは前日に前日に会って、髪切った。キータさん、パンプキンありがとうございます。ありがとう。最初ステージ出てきた時、さやかりんどこってなった確かにねあれってあれっていないぞって。リコ
ちはなんて言ってた？でリコちゃんめちゃめちゃ褒めてくれるんですよめっちゃ褒めてくれるよ。なんかなんて言ってたっけ、なんて言ってたっけな、ちょっと忘れちゃったけどなんて言ってたっけ、めっちゃ褒めてくれた、嬉しかった。そう、ゆきりかから前日自主練の時ゆきりかとこう会って「え、髪切った？」って言われてちょっと恥ずかしくなっちゃって「え、切ってないけど」って言いました。え、切ってないけど、え早くダンスしようってしくなっちゃった。なんかこう、なんかさ、そういうのないですか？私よくあるんですよね。明らかなことでもなんか恥ずかしくなっちゃって、いや違うけどみたいな。ないの私だけなのかな。そう、絡みづらいタイプで申し訳ないです。え、MC でもやってるかな、本当に。お話し会でもある、本当ですか、本当。すいません、ちょっと絡みづらい人間です。いや違うけど、え、何意外と素直じゃなかったりするんですねって。意外なのかな、どうなんだろう。素直って何なんですかね。はじめまして、ST482期生のさやかりんこと原田さやかです。お願いします。最近好きなものはだし巻き卵です。美味しい紅茶は好き。そう、第3次卵ブームなの。一時期ちょっと離れてたけど、今日も食べた、だし巻き卵食べた、行ったんですスーパー。結構ね、そんな夜遅くとかじゃなかったからルンルンって行ったら、だし巻き卵が一瞬見当たらなくて、え、こんなまだ昼というかまだ明るい時間なのになんでないのって思ったら、ラスト1個だった。どうしよう、だし巻き卵が世の中にバレ始めたかもしれない。だし巻き卵の美味しさが世に、もしかしてどうしよう、広まっちゃったのかな。そうなのでね、ラス1ゲットしてきた。ラス1 みんな知ってた。みんなも知ってたの。いやでもね、結構最近ラス1が多いんですよね。どうしよう、次行ったらなかったら。歌っちゃダメだ、歌っちゃダメよ。
お前がだってだってあなたがいた。ツツツツツ。よし、ちょっとオーマイガー、私は頭の中で流そう。じゃーん、ツツツツン。トゥン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 。タンタタン、タタタタン、タタタタン、タンタンタンタタンタンタン。タタタタン。よしよし、なんかなってきた。なってきたぞ。寒くない？冬、もしかして冬なの？今って冬なの？秋って終わったの？そう、ごめんね、サマーさ。僕のいたずらのところで私テーブルしたんですよ。ニサビのとこしたんですよ。DMM で見てちょっとね、過去を消したかった。もう過去を消したかった。なんでしちゃったんだろうって思って、映ってないと思ってたんですよ。でもよく考えたらそうだよね。あれは 0.5 番で、あの後ろでちょうど映る位置です。確かに映る位置だ。って思って反省した。ごめんね、サマーは夏のツアー、去年の夏のツアーの時とポジションが変わったので、去年の夏のツアーの時だったら確かサビが 3.5 とかで、そんなにカメラで抜かれなかったので、反省するとこちゃうって。そう、ちょっと反省してます。分からなかったのでね、そのまあ、会場に来てくださってる方に向けてこうしてたんですけど、いたずらってことで出してたんですけど、ちょっと映像に残って、ちょっと申し訳ない。すごくあれは映像に残してはいけないものが映ってた。ちょっともうあーってなった。でもね、ごめんね、サマーね、めっちゃ好き、本当にね、振りが楽しいんですよ。結構メンバー同士でわちゃわちゃする振りというか、なんて言うんだろう、ストーリー性っていうのかな、結構楽しい振りなのでね、めっちゃ好きです。またしたいな、どっかでまたできることを願ってます。DMM の宣伝ですね、わかりますって。違います。あれですか、なんか言っちゃダメって言われたらやりたくなるみたいな。そんな高度な宣伝の仕方。すごい高度だね。舞の海さん、可愛いギフトありがとうございます。そう、白いカモメたちがとか、カモメになったり楽しいんですよね。そう、カモメになってぐるぐる回るの。
たいな。次は気をつけます。反省を生かして。宣伝上手って違います。そう、今日俺レッスンで南さんに会ったら会ったんですけど、3周年見に来てくださってて、ダンスが上手くなってたって褒めてくださいました。嬉しい。そう、嬉しかったです。めっちゃ嬉しかった。頑張ります。そう、嬉しいお言葉をいただきました。なぜ小声って、それは分からない。ちょっと大声で言える、ちょっと大声では言えない。やったーってなりました。みちさんもその3周年の終わった夜に LINE くださって、めっちゃ良かったって言ってくださって嬉しかったです。愛しさのディフェンスがなんだか見ちゃいけないような気がしたって来てた。そう、良かった。褒めてくださいました。嬉しい。なりきって、お年さんのディフェンスはね、曲になりきって頑張りましたって送りました。始めたと聞いてって。あ、そうなんですよね。それは始めてないですけど、良かったです。嬉しい。でもお母さんも褒めてくれた。なんか似合ってたって、なんて言ってたかな、なんか言ってたな。ちょっと記憶力が、なんて言ってたっけな。3周年の終わった夜かな、夜に私そのライブ後とかアドレナリンが出て全然眠れないので、お母さんに電話かけてて電話かけて話してたんですけど、
褒めてもらいました。お母さん見に来てくれてた。褒められた言葉すぐ忘れるって、違う違う、全然違うですよ。いや、まあ覚えてるけどまあ覚えてるけど、あのあれだよ、やっぱ心の中にさ取り込めておこうという、そう、ちょっと私だけのちょっと私だけの心に閉じ込めておこうと思って。あ、でも覚えてる。なんかあれ、そういう曲も、なんだろう、これまでとは違った、こういう系統もできるんだねみたいな。何だったかな、なんかそういう感じの、そう、覚えてもらいました。あれ、あ、スマホが、ちょっともうだってお母さんとね通話してた、この通話履歴のちょっと時間、ほらもう3時15分だったからさ3時15分に通話してたので、ちょっとねもうあれかも、意識が朦朧としてたのかもしれません。そう、お母さんもすごい、もう寝るとこだったんだけどって言って電話に出てくれて、いや、そう、寝れなかったから、いや、こんな時間だしさ、あの他のメンバーとかを見かけるわけにもいけないので、そしたらちょうどねその時間にお母さんから LINE の返信が返ってきたから、お、起きてるじゃんって思って電話かけた。話してくれた、優しい、優しいです。めっちゃ話してくれてるよ。41分話したよ。そう、なので、お母さんはアドレナリン出てないのよって、いや、でもね、あの私アドレナリン出て今寝れないんだって話したら、お母さんもライブ見に来てて、あのアドレナリン出てるから寝れないって言ってた。もう寝てたらしい。見に来てくれたからね。見てたら出てたらしいよ。そう。そうなんですよね。そう、優しい優しい。なので話してました。でも髪切ったことがめっちゃびっくりしてた。そんな言ってくれ、言ってよ。もう初めの何曲かは唖然としてたって言ってた。びっくりさせてしまいました。すごい褒めてくれた、褒めてくれたよ。似合ってる、似合ってた。よかった。秘密主義なのかな。
ちょっと次からは母には言おうと思います。そう、あのね、私冬になったら毎回毎年唇の端が切れるんですよ。私だけかな？皆さん同じ悩みの方いない？本当にこの端が切れるの切れるのって、ある？え、ない。もう本当にね、嫌なんですよ。だから寝る前ちゃんとリップクリームを塗って、切れてなくてもワセリン塗って、ワセリンじゃないや、なんだあれは、なんかわかんないけど、なんだあれはなんかよくあるやつ、よくある、よくある、よく聞く名前のあの薬を塗って寝たりするんですけどね、切れちゃうんですよね。ビタミン不足なの？そうなの？が切れるの、ピッピッって。それがね、もう今日からなったの。思い出しました、この冬の戦いを。いや、あの薬だよ、なんだっけな、あのよくさ、筒みたいなのでも売ってるし、私はチューブの方使ってるんだけど、わかんない、私の家だけではよく見た。オロナインだっけ、オロナインかも、オロナインじゃない、オロナインな気がします。オロナインかな。あ、そうそう、オロナインだ。私はなんか何でもオロナイン塗っとけば治るんじゃないって思ってるんですけど気になったない？ほなオロナインちゃうかってえ、すごくない？じゃあオロナインかと繋がってて面白かったそれはおらないんやなえ、嘘、聞いたことないの？おらないん聞いたことないの？嘘、おらないん、うちの家ずっとあって、ばあちゃん家とかもあって、私はもうね、ずっと何でもおらないん言ってるんですけどなんかね、何に効くかみたいな後ろを見たら、傷薬にも効くし、ニキビにも効くし、なんかひび割れとかにも効くし、なんかいっぱい書いてるんですよ、やけどなんたらこんたら。だから何でも塗っとこうって感じなんですけどえ、唇には塗ってない、唇には塗ってない、このね、端、このここ、この一点、こことここ、これ唇？ちょっと皮膚っぽいところに塗ってるの昭和的な感じなの、私は令和でのオロナインですね。そう、でも切れちゃう、切れちゃう。解決策はないのかな。ひどくなっちゃったら
もうここだけじゃなくて、なんかここら辺まで荒れてきた、来ちゃうんですよ、この周りまで。だからね、今年の冬はどう乗り越えようかと考えてます。乾燥しちゃうよね。普通に唇は大丈夫なんですけどね、この端っこだけ、そう、口が裂けちゃう。今部屋加湿器ないですね。保湿のマスクして寝るとか、あ、なんか昔一時期使ってた気がするな。薬用リップは塗ってる、リップは塗ってる。唇のドアップの写真はあげません。あげません。そうなんですよね。皮膚科病院行くのってなんか躊躇しちゃわない？皮膚科はね、皮膚科行こっかな。病院行くまでになんか躊躇しちゃうよね。まず予約の電話とかさ、かけるとこから躊躇しちゃうよね。私電話が本当に苦手で、その私髪切り行ったじゃないですか、その美容院電話したんですけど、もう電話するのがなんか怖かった。まず部屋の どこの場所で電話しようかなって思って、そこからまず考えるんですよ。なんかリビングだったら、普通に部屋だったらちょっとこれ声響いちゃうかなとか思って、ちょっとうろちょろして、結局洗面所でしたんですけど。え、待って、私だけ？そう、ネット予約ね、今回しなかったんですよ。いつもね、結構ネットで予約してるんですけど、今回はあのメイクさんに、普段していただいてるメイクさんに教えていただいた美容室に行ったので、新しいとこに行ったのでちょっと電話したんですよ。だからね、緊張しちゃってかけるまでに、あ、そう、かけるボタンが緊張しちゃうから、あ、よし、じゃあ45分になった瞬間にボタンを押そうとか決めて。決めて、あ、よし、意を決して電話しました。そしたらね、すごいすごい優しい感じの声だったので安心した。私だけかな。あ、でも結構わかりますって言ってくださる方、ありがとう。え、でも今ではこれ結構マシになった方です。昔とか中学生とかの時は書いてたもん、電話の話す内容、なんとか予約したいのですが、なんとかかんたらでしょうかみたいな。台本書いてた。でも今はもう台本なしでいけるから、これは素晴らしい進歩だ。どうだろう、あ、分かる方は分かってくださる。あ、多分ありがとう。でも多分あれだよね、分からない方は分からないよね。多分2つに分かれる気がする。あ、ちょっと分かる。なんでだろうな、私電話するぐらいだったら直接話したいって思っちゃうぐらい電話が結構苦手だったんですけど、最近は前よりはマシになったけど、
美容院は緊張しちゃった。久しぶりに電話したから緊張しちゃった。でもね、あ、嬉しい。結構分かってくださる方がもう多くて嬉しいな。今日の配信は台本、実は実は台本が、そう、今もう 80% のまで来てますね、台本の。ないですよ、ショールームは台本はないです。そう、なんでだろうな。台本あるのってそう書いてる書いてる。22時、違うな、21時55分、メール、慌ててメールを送る。そう、台本緊張しちゃうね。そうよ。でもいいですよね、最近はネット予約がもう結構できるからね、どこでも、病院も美容院もできるのでいいですね、良いですね。宅配便とかもさ、今ってドアの前に置いてもらえたりするじゃないですか。いいですね。そう、ちょっと人見知りの人にとってはありがたい制度が増えてまいりました。置き配って怖くないって。でも一回水を玄関の前に置いていただいて、その水をねこう引きずって入れようとしたら、多分カメムシがついてて、カメムシが多分その時は何かの弾みで玄関の外でカメムシがこのポテって落ちたのでよかったんですけど、カメムシも部屋の前、部屋の中に入れかねなかったんだって思ったら怖かった。怖かった。怖いですよね。そういう怖いの話じゃないと思うって。そういう怖いの話じゃなかった。果たして紅茶はまだ温かいのか。
いや冷めてはない、冷めてはないです。なんだろう、どれぐらいの暑さだろう。あ、ぬるい多分これはぬるいって言うんだと思います、世の中では。そう、あ、ややぬるい、なんかね、あ、でもぬるいな。いや、お風呂一生お風呂ぐらいかなって思ったけど、お風呂の方があったかいな。え、冷めてるってさ、ぬるいと同じ？冷めてはない、冷たくはないの、ぬるいんだよ。ぬるいの。え、でもぬるいよりあったかいかも。ちょっとぬるいぐらい。でもすごくない？え？すごい。え？私は何時から配信したっけ？いっぱい喋ってる。びっくりした。もうこんな時間だ。ちょっと23時。壇上を読む。台本通りに行かなきゃ。でもすごくない？もうさ、1時間20分、もう入れたのがちょっと前だとして1時間もう25分ぐらい経ってるけど、まだぬるいんですよ。すごくない？まだね、熱があるんです。すごい、さすがタンブラー、この冬愛用しようと思います。あ、じゃあ59分なので、じゃあちょっとそろそろテロップを書こうと思います。テロップ書こう。じゃあ23時ということで、そろ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 壇上を読ませていただこうと思います。壇上読ませていただこうと思います。ドドドドン、ダンダン。13位、鹿児島大の信号機さん、ありがとうございます。12位、イキータさん、ありがとうございます。11位、鳥さんさん、ありがとうございます。10位、コミさん、アットマーク神奈川、ありがとうございます。9位、カズサさん、ありがとうございます。8位、キクちゃん、ありがとうございます。7位、千畑さん、ありがとうございます。6位、お疲れさん、ありがとうございます。5位、みずりんさん、ありがとうございます。4位、山井さん、ありがとうございます。3位、ゆずきちさん、ありがとうございます。2位、いっこうさん、ありがとうございます。そして1位、しょういちさん、ありがとうございます。ありがとう。パチ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 。
して本日の中吉の方はアッキーザラ大好きマンさんです。おめでとうございます。パチ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 中吉大吉と言えないのが悲しいですが悲しいですが、おお、びっくりびっくり、中吉でした。じゃあよいしょよいしょちょっと時間が余っちゃったちょっと時間が余っちゃったな、ちょっと時間が余っちゃったな。台本どうしよう、もう台本にないから、台本がもうないから喋れないや台本がないからもう喋れないや、ちょっとどうしようアドリブか、どうしようかなライブないことできないんですけど、どうしよう、あ、スクショタイムスクショタイム、あ、じゃあスクショタイムが多いということで、スクショタイムスクショタイムしようかね、待って、なんだこの子って言われてる、別に通常です。スクショタイムはでもね、ちょっと嫌なんですよね、なんか急遽スクショタイム、あ、お話し会の PR、 じゃあぜひお話し会も待ってますPR って何したらいいの、何したらいいの、今絶賛受付中ですので、ぜひ皆さんお話し会はね、私直接お会い、お顔がね一対一で見えてるので、会話なので台本なしで大丈夫です、台本なしで大丈夫なので、ぜひまったりと話しましょう、待ってますそう、なんとお話し会はね、ネットで予約できるんですよ、電話しなくていいんです、ネット予約 OK なので、ネットで予約してそのままなんと自宅からできますので、ぜひ待ってますあ、ということでねちょっと OK サインが OK サインが出たということでねえ、何これ何これ何これ、台本はないです、ショールームもう台本はないですけどありがとうございました、皆さん楽しい時間ありがとうございました、いっぱい喋っちゃった、お付き合いくださりありがとうございました、ぜひね、もう寒くなってきたので暖かくしてゆっくりとお休みくださいということで、ありがとうございました、バイバーイ、おやすみなさい、ありがとう、またね、バイバーイ、良い夢を、おやすみなさい。